続いて、お、申し訳ない。この1ヶ月で発生した類似事件の報告です。はい。お、新キャラですね。はじめに、財務省の吉川事務次官。ご存知の通り、国会答弁中に突如表現し、公文書の改ざんを告白しました。あー、改心させられたのか。うん。次に、札幌中央市議会議員3名、本会議中に自ら汚職を告白して辞職。次、有名小説家の S 氏、うん、突然の断筆会見を開き芥山賞を辞退、自らの作品をダサ作だと号泣発表、出版を拒否。ほうほうほう、まあ、続いて民放の看板キャスター、生放送中に出演者に愛を告白、振られる。これは一体どういうことだ。そして最後、警察庁刑事局長が突如全裸になり省内を走り回って逮捕。これなんかでも最後の方ちょっと変じゃない？改心してそれなの？何かおかしいかね、長谷川警部補。いや、すみません。あ、それじゃありがとうございます。これらの多くは一部を除いて単なる珍事件として扱われていますが、うん、いずれの事件も人格の急激な表変が認められます。先に挙げた対象者は全て表変する前までは精神に異常などは認められていません、うん、つまり外的な要因がなければ考えづらい精神錯乱による異常行動ですね。改心というよりかちょっと後半おかしかったよね。精神錯乱？ただの偶然じゃないのか。誰かが人の心を操作してるとでも。自分の汚職とかを暴露するのは改心だと思うけど、先ほどの事件はあくまで一例で全国的に類似事件が多発している状況です。やはり心の回答だ。まだ活動してるのかな。何を言い出すんだとか言う。静粛に進行を続けたまえ。ありがとうございます、鏑木管理官。先ほどご意見が出たように当該事件は半年前まで世間を騒がせていた事件、うん、ですよね。心の回答団による改心事件の疑いがあると上層部は判断しております。そもそも久々に集まんねって言ってんだから、まあ回答団の仕業ではないよな。しかし脈絡がなさすぎるんじゃないか。無差別にやってるようにも思える。動機も推測できんだろう。まるで愉快犯だ、うん、以上の件を諸君に調べてもらいたい。なるだけ早くな。私が諸君に求めることは2つ。ペルソナは5は5で独立しているゲームなんで大丈夫ですよ。一つは本件を立件するのに十分な証拠を押さえること、うん、二つ目はそれを短期間で行うこと。なぜかわからんが上はこの件にご就寝だ。我々は結果を出さねばなら。容疑者は回答団のリーダー。まあ顔割れてんだよ。そうかな。改めてこの男を徹底的に調べ上げろ。回答団ね。さてと、お、夏休みだな。ちょっと操作に関してちょっと不安だね。ちょっとだけねチュートリアルがあったんだけど、ほんとちょっとだけあったんだ。久しぶりだな。あー、なんか帰ってきた感じだな。ペルソナが帰ってきたぞ。まあ改ざんの話、今回はまあまあまあニュースはそうですよね。何やら怪しいニュースが流れていると。ゆっくり見ていきたいんだけど、今日2時間しかないからね。ガンガン行きたいね。久しぶりにあいつらとの再会だな。我が輩、ガ
柄にもなく緊張してきたぜ。楽しみだ。ああ、なんてったって怪盗団全員が集まるんだからな。半年ぶりぐらいなんだな。私も初めてです。完全に今初めてこれプレイしてます。ついたみたいだぜ。ペルソナ4じゃなくて、ね、このゲームをね、今ね。これ確かにどっちの機種が迷うね。あーやっなあなあ久しぶりだね。懐かしいな。ルブラに行く。はい。うわ、なんか本当ペルソナやってる感じ。びっくり枠のことですね。あDVD 売ってくれDVD 売ってくれDVD 売ってくれ。ダメだな。はい、ルーブランに行くか。まあルーブランしか行けるとこないな。はい、じゃあ入りましょう。ふん、他も回りたかったけどね。まあそれはもう皆さんの楽しみにとっておきましょう。じゃあね。おお、アニメになった。久しぶりだな。少し背伸びた？元気そうでよかった。モルガナもね。にゃっはー！外は暑くなかった？マスターのコーヒーが冷えて。なんでお前がトカゲなんだよ。ちょっとしゃべんの受注しちゃった。背が伸びたい気がするね。サプライズ大成功だね。ちょっとだけね。お前ら、憎いことしてくれるじゃねえか。嬉しそう。久々に会えるってのに、何もなしじゃつまんねえだろ。だからマスターに頼んで、開店前に入れてもらったんだよ。元気そうじゃねえか。老けたとか言えないな。そっちはどう？ぼちぼちな。うん、ああ、つもる話もあるだろうが、そろそろ店開けるからよ。続きは上でやりな。上はどうなってんだろう。お前の部屋だ。好きに使え。ありがとう。はいよ。その代わり後で店手伝えよ。せっかく来たのにまた店手伝わされるのか。全員アジトに集合。たく、あ、嬉しそうだね。騒がしいのが帰ってきやがった。屋根裏裏のゴミね。この間の期末も赤で見つ取っちまってさ、マジで焦ったぜ。危うく補修で来らんなくなるとこだったわ。勝った。私1個しかなかったし。赤点の数で。まったく相変わらずね。少しは真面目に授業を受けたら。お、生徒会長の鉄拳制裁来る。もうそれいい加減忘れて。真面目だからね、切れると怖いんだよね。大学ってやつは楽しいのか。もう大学生だね、上2人はね。ええ、充実してるわ。今のうちに基礎を固めないと。誠と春は大学生のはず。私も忙しいけど楽しいかな。野菜の品種改良の勉強したり。ほう、それはうまいのか。食いつくの早いな。てか春の学部は経営とかそっち方面じゃないのか。そうなんだけど、興味があれば他の学部の授業も受けられるようになってるの。
農学の授業があってね、収穫量と土壌の栄養素の関係とか。うげ、我が輩すぐ寝ちまいそうだ。てか解答を作る用のあのディスクがそのままなんだね。ちょっとね、グッズ作るやつね。学校はどう思う？アイテム作るディスクが余裕だ。満員電車と体育以外はだいぶ慣れたぞ。頑張ってるな。だろだろ、もっと褒めてくれていいぞ。で、肝心のお前は地元でうまくやれてんのか？寂しかったって言ってみたい。でも毎日楽しいそこ。よかった、あなたはどこでもうまくやれそうだものね。まあ俺もそれなりにはやってんだけどさ、やっぱお前がいねえとピリッとしねえっつうか。そりゃ当然、私たちのリーダーだからな。だね。ジョーカーの信頼パネーな。照れるな。怪盗団魂は永遠ってやつな。それで夏休みはどう過ごすの？今日予定を決めるのよね。ああ、てかでも夏休みの間はここのアジトに今いるみたいなことなのか。そうそう、それ決めなきゃ。夏休みの間はずっとこっちにいられるんだよね。ね、そういうことだよね。やっぱ旅行じゃね？1ヶ月遊び放題なわけじゃん。1ヶ月遊び放題、すごい旅行だな。あのね、宿題の存在とか忘れてない？それに、そかにみんなは高3でしょ。あ、卒業とか進路のことだって。え、高3の夏ってもう受験、まあまあ大学行くとは限らないかね。言わないで、分かってるから。今だけは忘れさせて。あ、そういう時期によく考えたら誠とか春はね、あの事件を追ってたのか。大変な時期だって。相変わらずだな、リュウジは。話を戻すが、旅行なら京都がいい。寺社仏閣を回り、ひたすらスケッチに勤しむ。いいものいっぱいあるからね、描きたいもの。一月あればどれだけの芸術に出会えるか。歴史と伝統ある文化財が俺を呼んでいる。芸術系なら私はパス。あんま興味ない。はっきり言われてんじゃん。引き下がった。てかさ、旅行もいいけど、まずは近場でキャンプとかしてみない？昼は自然の中で思いっきり遊んで、夜はバーベキューとか。いやー、いいな、陽キャだな。バーベキューにキャンプ、永住限定イベと呼ばれるあれか。楽しそう。焚き火するなら薪割りは私に任せてね。斧使ってるからね。ケーキ漬けにバーベキューで肉祭り、ありだな。どうよ。高い肉を買おう。赤身のいいとこ頼むぜ。なんたって我が輩はグルメだからな。夏らしくていいわね。健康も考えて野菜は多めにね。お母さんか。バーベキューとなれば黙っておれん。歴史と伝統に触れるのはその後でいい。バーベキューがみんな賛成なんだ。より食い気か。それでいいのか、お稲荷。じゃあ再開祝いの第1弾は前回一致によりキャンプに決定。コメントありがとう。コメント、それ何語それ。 ありがとう、何語それ。はい、そうと決まれば。はい、エマ、キャンプにいるもの教えて。キャンプにいるもの。キャンプに必要なものをリストアップしました。便利だな。渋谷705近くに専門店があります。そこでの購入をおすすめします。お、なんだ今の。すごいよね、コンシェルジュアプリのエマだ。知らないのか。あ、聞いたことある。何でも教えてくれてすごく便利なんだよね。確か愛で動いてるってやつだろ。AI だろ。愛じゃなくて AI、 人工知能だよね。アーティフィシャルインテリジェンスの略な。そうだったのか。あらゆる情報の検索からナビゲーション、スケジュール管理、果てはお悩み相談まで。聞きたいことを音声入力するだけで
最適な答えを用意してくれるのが売りだ。いいな、欲しいな。テレビでも特集されてたわね。すごく優秀だから急速に普及したって。そうそう、なかなかよくできてる。リュウジの1万倍は賢い。うっせ、うん、でもまあちょっと興味あったんだよな。うまいラーメン屋とか教えてくれそうじゃん。よかったらみんな入れてみろ、いろいろ便利だぞ。これが何かかかってくるのか。もしかしたら遊びに出かけた先で困った時に使えるかもしれないわね。最近流行ってる。面白そうじゃねえか。お前も使ってみたらどうだ。例えばさ、あのこれの言う通りにしちゃってみんな頭おかしくなっちゃってるとかね。これに依存しちゃって、あーっと、そういう考察は良くないな。はじめまして、エマです。あなたに会えて嬉しいです。エマなしでは生きていけない体になっちゃうんじゃない。あなたの名前を入力してください。うん、あ、ここで名前聞かれるの。どうしよう、これ名前入力しなきゃダメ。あ、まあこれここでアニメとかで名前にしてたらあれだよな。私は昔からペルソナ5はあのいつも決まった名前なんですけど、すいませんね。じゃあ私がよく使ってる名前にさせてもらいます。あー、煮干し、私はいつもあのペルソナの時は名前を煮干しカツオにしてるんです。はい、すいませんね。これでちょっとやらせていただきます。私のジョーカーの名前は煮干しカツオです。はい、お、難易度もこれ来ましたね。ここで字幕オン、バイブレーションオン。まあ明るさの関しても大丈夫だね。操作解除も OK。 カメラ反転、とりあえず大丈夫そうかな。うん、 OK。 後から変更することもできます。変化しません。まあこれはあの他のペルソナの本編と一緒ですね。ようこそ、私はエマ、あなたをサポートするコンシェルジュです。はい、お願いします。お、起動できたみたいだな。みんな友達申請しといたから、とりあえず承認よろしく。 SNS みたいな効果もある、あれもあるのかね。おすすめキャンプグッズと出てるな。これをそのエマが用意したのか。結構優れもんだろ。しかもただ選んでるだけじゃない。すげえな。季節とか天候、個人のプロフィールや位置情報も参照して最適なものを考えて表示してる。それはすごいな。マジかよ、愛すげえわ。愛じゃねえよ。だから AI ね。じゃあこのリストにあるものを手分けして買いに行かないとね。つっても明日でよくね。外クソ暑いし、移動でこいつも疲れてんだろう。せっかく集まったんだし、今日は久しぶりのアジトで食べろうぜ。あ、話したいことはいくらでもある。うんうん。特に近代芸術における問題点とその新たな可能性についてだな。それは別にって。お、却下で。早い。早い。ツッコミが早い。はい、ひとしきり盛り上がりました。ユースケはね、ブレないからね。すみませんマスター、カレーまでごちそうになっちゃって。気にすることはねえよ、再会を祝してってやつだ。ん、それにまたこいつが世話になるからな、よろしく頼むわ。こちらこそです、またお邪魔します。んじゃあまた明日な。そうか、でこれでもう寝泊まりするんだな。久しぶりに話せてよかったわ。明日は手分けして買い出しだね。ん、俺らはキャンプ用品担当でいいんだよな。つうわけで明日は渋谷ぶちこ前に集合な。ぶちこ前ね。じゃあな、忘れんなよ。店の手伝いも忘れるなよ。そしたら、うーん、
日はもう寝ようぜって。はいはい、セーブする。ここでセーブできるな。ちょっと一応、あーってなんか、待って、危ねえ危ねえ。おーっと、危ねえ、セーブデータがあったぞ。おっとおっと、危ない、セーブデータ今ありましたね。ちょっと開けずにセーブさせてもらうね。この本体は、今やらせてもらってるものなんで、私の本体ではないので。よし、危ねえ危ねえ。ちょっと見えそうだったね、今ね、なんか。よし、じゃあ、寝ましょう。このベッドの感触、懐かしいぜ。そのままなんだな、前の。みんな元気そうでよかったな。ご主人も相変わらずだったし、やっぱりいいよな、ここは。キャンプはあさってからか。楽しい夏休みになりそうだぜ。なりそうだぜって、楽しみだ。にゃふふ、我が輩もだ。ここまではもう本当に、それじゃあもう寝ようぜ。ウキウキな展開だよね。でもそんなにペルソナはね、日々シリアスってわけじゃないからね。おお、この感じ、この酔う感じ。またここに帰ってきちゃったか。起きろ囚人ってやられるのかな。一応ファイブのネタバレも避けた方が良さそう。皆さん、あのコメントでちょっと避けた方がいいかもしれない。ようこそベルベットルームへ。ちょっと下げた方がいいかもしれない。この再会を喜ぶべきか悲しむべきか、とにかく今は務めを果たしましょう。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所、うん、これでペルソナに興味を持ってファイブから始めてくれていいと思う。何かの形で契約を結んだ者のみが訪れる部屋、うん、あなたをここにお呼びしたのは他でもありません。はいはい。あなたと、あなたが奪い返したはずの未来に危機が迫っていることを知らせるため。やっぱなんか起きるわけだな。立ち現れた忌まわしきこの牢獄、そしてその罪人の姿が告げています。あなたが再び運命の囚われとなったことを。どういうことだ。何者かが作動し、あなたを厄災に満ちた運命へと誘おうとしている。その邪悪な意志を前に、あなたの内なる声が叫んでいます。存在自体がネタバレやって、いやー、わかんないじゃん、まずね。抗えと。我が名はラベンツァ。力を司る者として、あなたの行く末を見届けなければなりません。申し上げた通り、このままではあなたを待つのは破滅のみ。その運命に抗い、再び歪みゆく世界に立ち向かう覚悟はありますか。うん、破滅はごめんだ。それでこそ私の知るトリックスターです。この先にはあの時と同じ、いえ、それ以上の苦難が待ち受けていることでしょう。ですが、私はいつもあなたのそばにいます。それを忘れないで。ま、さすがに5やった方がいいね。時間のようですね。楽しめるのはいずれまたお会いしましょう。今はどうか良い夢を。可愛いでしょね、これで興味持って5をやってほしいな。